今日は豚の品種を少しお話ししようと思います。これ今肉豚舎です。いつものでうちにいる肉豚の種類って LWD もしくは WLD っていう品種です。咳してんな、やめてよ今の時期に。普通の豚屋さん、普通の豚屋さんっていう言い方はないけど、ごくスタンダードなのはランドレースっていうメスにダイオークっていうオスをかけて LW っていう F1 品種、元のメス豚ですねを作ります。そしてそれにデュロックっていうオスの品種をかける、茶色いやつです。そしてできたのがこの肉豚、WLD かもしくは LWD、L っていう品種、ランドレースっていう品種は、なんだろうな、どっちかっていうと長めで、豚の長さを決める品種、そして子育てがうまいかな。でも若干神経質で脂が薄くなりやすい、それなのでそれにダイオークっていうちょっと大型になりやすい品種を掛け合わせて、ちょうどいいメスの大きさにするわけです。それでそれに、デュロックっていうオス、これだは肉量って言って豚の体型を決める重要な、遺伝子を持っている豚です。このあとそれぞれ、移しますけど、このオスの形が肉豚の形になりやすい、要するに子豚をなしっかり産んで、育て上げられるメスに肉質のいいオスをかけて、肉豚が生産されるわけです。何でもかんでも掛け合わせていいわけではなくて、だからこの LWD か WLD っていう品種の肉豚にまたじゃあメスもいるんだし、それにデュロックをかければいいじゃないのっていうと買わなくていいし、だけどそうすると今度は品種が、LWDD っていう4元雑種になっちゃいます。品種が4つ交配されてる。そうするととってもわけわかんない豚ができてきちゃったりします。なので豚屋さんは大体、まあ自分のところで作る人もいますけど、うちなんかは LW っていう親か WL っていう親を、買って、それにディロックっていうオス豚を買って、それで1回だけつけるっていうやり方をしてます。まあ皆さんどこもそうだと思います。まああとは純粋な品種で、要するに一元純粋種で豚が出来上がってるのはよくある黒豚。黒豚はバークシャーっていう、基本黒っぽい、全体に黒い毛質に覆われた豚で、足の先と鼻の先と尻尾の先だけがちょっと白いっていう六白っていう特徴があるんですけど、その豚は、今世間で売られている黒豚っていうのはその純粋種。ただこれは
かなり油が厚くなる。ただ今油がある方が柔らかくて美味しいっていうので黒豚っていう品種が、売ってるですね。普通の黒豚はうちなんかの豚と違ってセリにはほとんどかからなくて、黒豚っていうのを買ってくれる業者さんがいないとただ作っても黒豚ですって売っても普通の肉豚と一緒にセリにかかっちゃったりすると、油が厚すぎるので、上中並当該とかっていう格付けがついた時には並と当該で落ち物になっちゃう。だから黒豚だけはちょっとその買い付けの販売の仕方が変わってきます、はい。まあとりあえず肉豚については LWD か WLD っていう三元豚が基本でうちは生産しております。はい、そしてこれがオス豚、デュロックですね。東さん、おとなしくしててください。メス豚から見るとかなり大柄です。多分体重は何キロだろうな、200、うち割とオスもメスも小さいんで250キロぐらいあるのかな。でも肉にした時多分これ130あるかなしだから200キロかけるかもしれないですね。はい、これがオスの品種です、デュロック。はい、でさっき言ってたメス、メス豚、これまだ若いですね。で、わかりいいの向こうに行くか。LW と WL、2種類メスはいますけど、耳の形で判断します。L っていうランドレースっていう豚は耳がまるっきり垂れているというか、目を隠している豚が、なんですね。で、大翼って豚は耳が丸っきり立ってる。ディロックなんかは耳が垂れてるですけど、これなんか中途半端に耳が立ってんだかかぶってんだかわからない。多分これは LW です。今ちょっとオスがいたりしてあれしてるから WL かな、わかんねえな。自分でやっててもよくわからないってところは、いいよ、まだご飯じゃないんだよ。はい、はい、うるさい。あ、そうだ、こっちの方が若いかな。これ多分 WL、 耳が立ってるでしょ。で、こっちが LW、 耳が寝てる。ほんのわずかだけれどちょっと違うんですね。でもまあほとんど形は、親の品種がオスメスを入れ替わってるだけでほぼ同じなんで体型的にはあんまり変わらないかな。うちはどっちか指定しないで WL でも LW でもどっちでもその時いるやつ送ってくださいって言って買ってるんで結構混ぜこぜです。うるさいね。そんなとこかな。この間降った雪が多分都内でも降った雪と同じ雪です。10センチぐらい積もりましたけどもう1日2日目、溶け出してきてます。まあ
今日中にはほとんど溶けちゃうと思います。こんな感じかな。品種分かりました。さっき言った黒豚みたいな他によく言うあのなんだっけな、なんとか三元豚、味の素だかどっかのあの冷凍食品に、なんとか三元豚っていうのがあると思いましたけど、確かあれはまたうちの LWD と品種が違って、なんだっけな、 LDB だったっけかな、ちょっと詳しいことよくわかんないんであれですけど、なんかあれはね、あの同じ三元豚でも種類が違うようです。まあそうでないとわざわざ三元豚って歌わないんで、普通の豚全部三元豚じゃねえかっていう人もいるんで、あのいろいろそうやって、あこれは何のお肉なんだって分かればいいんですけど、黒豚以外は全部あの品種をわざわざ歌ってることないんで、買う方も分かりづらいと思います。はい、で40歳以上の方ぐらいだったら、昔スーパーさんで、なんだっけな、上肉とか中肉とか並肉とかって売ってたと思うんですけど、今そういう売り方をしてなくて、みんなあの肉の部位、ロース、バラ、肩、もも、そういう売り方になっちゃったんで、昔は上ロースとか、まあバラに上バラとは言わなかったかな。要するにあのうちなんかでも買われる時には、いい肉質のやつは今でも上で、そこから、ランク付けして、ちょっと品質の落ちるものについては中、もっと落ちると並、あともうどうしようもないのは当該っていう格付けで値段が差が出てきます。ということは、普通にスーパーで売ってるお肉にも本来ならば、上なロース、中なロース、並なロースいっぱいあっていいんだけれど、それで値段が違って当たり前なんだけれど、今はそれがみんな同じ値段で、ロースはロース、肩は肩、まあ、お店によって値段はそれぞれなんで何とも言えないんだけれど、消費者からするといいお肉の見分け方がつきづらい。だから今は、産地表示だとかブランド名だとかそういうことでしかお肉を選べないんで、逆に消費者に対してはかわいそうというか、肉の良し悪しがわからない。ブランド名がついてればみんないいにお肉だと思ってしまうんで、まあ、あと、まあ、ブランド否定するわけじゃないですけど、あのしっかりしてるブランドさんもあることはあるんですけど、ただね、車買っても名前のついてない車ってないんで、ね、レクサスは高級で普通のカローラは安くて、そんな感じのイメージがあるとは思うんですけど、豚肉にもブランドがあるからレクサスかと思うとそうでもなくて、生産者がしっかりいろいろ考えて餌にこだわって飼い方にこだわって、作った、ブランドもあれば、スーパーさんが勝手に名前つけて適当な名前で売ってる、こういう名前で売りたいんで肉を出荷してくださいと、まあ餌はそれなりに指定があったりするんだけど、まあそんなもんでブランドが決まってるってところもあるんで、あまりブランドに偏らずに自分であの美味しいと思った品種というか、まあブランドでしか選べないな、選んで買ってみれればいいんですけどね。
本当はね、昔の精肉店なんかに行って、スーパーじゃなくてね、精肉店のおっちゃんと仲良くなるといいお肉を教えてくれますんで、町の精肉屋さんに行って、ちょっといいロース、柔らかいロースとか聞いてみると面白いかと思います。そう、だから自分なんかも普通スーパーでちょっと大量にお肉買う時なんかは、スーパーに並んでるパック詰めされたお肉でなくて、バックヤードに、だいたいスーパーさんでも案内があるところに行って、でバックヤードに連絡してもらって、すいませんけど、ロースの、いいところを3キロどのぐらいのカットにしてくださいとか頼んで、バーベキュー大会とかやったりしますんで、そういう使い方もスーパーさんも時間に余裕があって人がいる時だったらばやってくれるんで。電話来ちゃいました。そんなとこで終わります。はい、ありがとうございました。